移動、リュウチ、移動販売、うん、奥さんが今まさに豆腐を買いました。でも一丁がさ、5丁ぐらいの勢いだね。かなりでかかったね。すっごい大きかった、あれは。ありがとうございます。はい、着いた。空気が熱い。はい、おはようございます。着きました。気温がなんかめちゃくちゃ暑いです、はい、昨日の広島とか下関よりなんか若干湿度が高い感じ。というわけですね、はいはい、これから町の方に行って、はい、とりあえずかき氷食べたいなと。一秒かと思います。気温高いからね、美味しいんじゃねえかなって。はい、ついて。これ、なんか電気的なのぞかと思ったら、これ虫？セミ？なんだね、そんな感じの。このジーン、これなんだろう。うわー、すげー。なんかすげー。なんかすげー。でもこれセミだよ。なんか、なんだろう、あれは。なんだろう。え？信号機が4つある。なんかいろいろ、いろいろ不思議だぞ。信号は黄色の点滅ってことは、これ今ついてないから、これ渡るってことだね。気をつけて渡りましょう。あれって、ああいうタイヤ。あ、浮いてる浮いてる。コスモス畑がちょっとアート。白いね、これ。はい、セミ。セミの声なんだよ。うわーって。いる？いっぱいいる？見ている。これ全部セミの声なんだね。セミの声がすごい。ちなみに、港から歩いております。フェリー埠頭から。ずっと歩いて、やっぱ歩くと面白いね。イベントありました。本当にでかいな、これ。歩いております。あ、これフェリー埠頭から歩く人ってやっぱりいないのかね。ほとんど人がいないね。まして観光客うちだけだよ。よし、ちょっと大通り出てきたかな。お、何ですか、あれは。何ですか、あれは。賑やかになってきたね。はい、やっと明るい街に着きました。え、明るい街、これだ、駅前でしょ。これ今ソウル駅って言いそうになった。違う。これ結構こういうバイクって面白いんだよな。なんかどこにでも行けそうじゃない、これ。キャンプ行けそう、キャンプ行けそう。なんか今年は夏暑いな。なんか日本と一緒みたいだね。皆さんなんか日陰でぐったりしております。これ暑いわ。すっごい蒸し暑い。湿度がじっとりと汗だくです。水分補給していきましょう。はい、渡った先によいしょ。ロッテリアだ、ロッテリア。味違う。はい、うん、だってこれさ、2本で170円ぐらい。そういうの多いよね。2本、あと1足す1。日本でそのお値段って多いの。1本買うと1本おかしいです。期間限定でした。なんかね、中華街っぽいところに来ましたね、これ。まだあんまりやってないけど。上海っぽい。へえ、すごいすごいすごい。お、すごい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 。移動、リュウチ、移動販売。奥さんが今まさに豆腐を買いました。でも一丁がさ、5丁ぐらいの勢いだね。かなりでかかったね。すっごい大きかった、あれは。うわ、こうしてみると綺麗だね。色がすごい綺麗。これ中の記念碑的なものなのかね。なんて書いてあるか読みません。読みません。甲州階段。
見えました、プサンタワー。やっとこう観光地に近づきました。人がいっぱい、いろんなものが見えましたな。はい、ロッテマートが見えて急に賑やかになってきました。ここから観光地。向こうは何景色がすごいね。ちょっと辛くな熱海です。この奥にかき氷横丁がありますかどうか行きましょう。ケーキの色合いがなんかいいよね。かわいい。ここら辺すごいね。すごいね。いいなこれ。ここいいんですね。見るものがいいです。かわいらしいな色が。はい、というわけで南歩道のかき氷横丁やってまいりました。まだちょっと時間が早いかな。かき氷かき氷。いや、サトシ君、これサトシのねセンサーに引っかかったね。かき氷食べに行こう。かき氷横丁が若干ずれてるけど、すごい活気があるね。すごいね。すごい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 。というわけで、ぎっくり腰じゃない。多分ね、映画を撮ってんだ。あのリゾート撮ってんだ。はい、というわけで、ここら辺が多分あれですね、南ポドンの中心街なのかな。お店がいっぱい。ミョンドンちょっと思い出します。これ干物がいっぱい、すごい。そばっぽいのもあるな。イカがいっぱい。これは、りょういちくんの好きなのじゃねえかい。なんか3階建てになってますよ。全然いっぱい。ありがとう。久しぶりました。かき氷3階建て。すごい。ちょっと待ってる。よいしょ。うまっ。うまい。梅さん全財。あ、本当の繊細だな。すごい。すごいね。ぎっしりだね。これすごい。はい、というわけで、やっと Wi-Fi 繋がった。というわけですね、今、かき氷横丁。で、今まさにみんなでかき氷食っております。これさ、一見そんなに大きくないんだけど、3階建て、具が入って氷入って具が入って氷入って繰り返し、全然さ、うん、美味しい。全然美味しい。うん、物とは違う。全然が300円でかき氷400円。そうそうそう。お祭りからするとすごい安いね。うん、具材いっぱいです。というわけで皆さん、釜山めちゃめちゃ暑いです。人が歩いてないね。みんなどっかでぐだーってなってるね。うん、カフェとかその分人がいっぱい。いや、美味しかったですか。重いんじゃない。思ってくれたらありがとう。はい、急に賑やかになってきました。私、かき氷も食べちょっと進んだんで、なんかシャガルティ市場かなに向かいましょう。ハンバーガー屋さん、こういうのなんかガッツリ食べてみたいな。値段的にもそんな高くない。これいい。聞いた、見た。ウェルカムトゥチャガルチって書いてある。向こうの方だね。